はい、ありがとうございます。見事あれですよ、はい、あの番組特製のオリジナルカードになるんですよ、うん、はい、そうですね。さあ、それでは上位3名は前の方に出てきてください。はい、さあ、この3名が我が学園から出場するわけですよね。はい、大会にかける意気込みを、じゃあ橘、はい、私多分この中で一番できてないので、もっともっと練習して、本当に強いところを見せつけたいなと思ってます。はい、頑張ります。さあ、というわけでブシロードワールドグランプリ2009は明日12月26日から開催しておりまして、明日は私たちも応援に駆けつけますので、優勝目指して頑張りましょう。はい、よし、ブシロードワールドグランプリ2009開幕。日本各地からバイス・シュバルツの猛者たちが集結する一大イベント。その大会の出場権をめぐって全国各地で熱い激戦が展開されていた。そんな中、一人全国を駆け巡るアイドルの姿が、それがゼロ期生小久保奈々。名古屋大会で大惨敗を喫した小久保が次に向かったところは、次の予選はないんですか？札幌来ました、頑張ります。さあ、行くぞ小久保、今度こそ全国だが、大会前日、早速の腹ごしらえ。海の幸に小久保大はしゃぎ。本当に名古屋の反省してんのか。旅行じゃないんだぞ小久保。めっちゃうまいこれ。おいしい。そんな浮かれた夜を過ごして迎えた大会当日。攻めの姿勢で絶対大丈夫です。狙うは優勝。果たしてこの自信はどこから来るのか。この札幌地区決勝大会は過去の全国決勝大会出場者も多数参加。そんな厳しい場所で小久保は本当に大丈夫なのか。飲み込まれてきました、もう。あららららら。第1回戦目スタート。そしてマッシュの掛け声とともに1回戦スタート。小久保の相手はバイス・シュバルツ歴3年というオルタさん。バオシが置かれてないんで。あ、そうか、出せないのか。いきなりの初歩的ミス、場の空気に飲み込まれてしまった小久保。これはまずい、全くフェースをつかめない。ダイレクトアタックで、ああ、1回戦いつものように敗北。せっかく出来変えたのに。迎えた2回戦も見てみましょうか。はい、予想外にも好スタートを切った小久保。念願の初勝利まであと3ダメージ。しかし、いや、サイドアタックゼロ。ここに来てのサイドアタックはダメージを与えにくいでしょう。一体どうしちゃったの小久保ちゃん。ということで札幌大会も敗退。そうでした、手応え。いや、強かったですよ。いや、弱いですよ、本当に。もうクソみたいなもんです、本当に。自らクソと称した小久保、向かった先はマッシュのところ。はい、1勝1敗になっております。いっぱいしてしまいました。そっちは？こちらは2敗です。おい、大丈夫か。大丈夫か。はい。かける言葉もないですよ。小久保、まさかの公式戦9連敗。もうここまでか。しかし、小久保がまさかの奇跡を起こす。どうぞお受け取りください。果たして札幌の地で何が起こったのか。何？優勝ってどういうこと？次回カード学園スペシャルで全てが明らかに。大会参加までの小久保を密着ドキュメントでお届けします。よし、決勝だ。バイス・シュバルツ戦国バサラ